滑らかにかけてサッと消せるボード面、自由カットに対応、貼り直しも OK、 壁にぴったり貼り付くマグネット対応の粘着式ホワイトボードシートを紹介します。使用方法を含めてしっかりとレビューしてきますので、ぜひ最後まで動画をお楽しみください。本番いきます。よー、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よー、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。冷蔵庫のメモ、職場での会議用、子供の落書きで時期がついたホワイトボードシートを探している、そんな方に紹介したい商品が今ございます。開封の儀。こちらでございます。中に何かが入っております。おお、おお、貼り付け方が書いてある紙が入っております。そしてこれが粘着シートです。おお、こちらでございます。ちょっと画角に収まりきらないな。はい、60×120 です。はい、どれくらいのサイズ見ていきましょう。こちら表面、表はツルツル、そしてこちらが裏面でございます。はい、厚さはこんな感じ。はい、というわけでこのありがたいことに豪華セットが入っております。ちなみにこちらカラーはランダムです。はい、マグネット付き、ありがたい。これ消すやつですね。こちら、はい、マグネット、ありがたい。なんとホワイトボードマーカーが3色付いております。おお、助かる。そしてテープ、布テープ、マグネット、いいですね。これも何かと便利、3つ付いております。磁石、磁力があります。商品の仕様について、こちら本体 60×120cm、 ホワイトボードの厚さは 0.65mm、 こちらのホワイトボードシートは環境に優しい PET フィルムと高分子鉄粉合成素材を使用、表面は滑らかで書きやすく拭きやすいです。こちら数万回の拭き取りが可能、約90日後の筆跡も簡単に消すことができます。こちら柔軟な材質を採用したホワイトボードなので、多少曲げたり巻くことができ、持ち運びや収納にもとても便利です。また耐水性にも優れており、表面が滑らかで書きやすく、簡単に水分を拭き取ることができます。なお、こちら強力なマグネット、磁性が弱まることはございません。貼り付け方法について、こちら本体1、貼り付ける前に15分ほど平らにします。貼り付けたい大きさを測定し、印をつけます。はい、ここで便利なのが裏面なんですけども、こちらなんと印がついております。はい、綺麗に切ることができます。綺麗にハサミ通る。おい、片側から一部を剥がしていきます。端から順番に貼りながら、空気を押しながら貼り付けていきます。フィルム保護層を剥がし完了です。自由に裁断が可能。こちら大判のホワイトボードシート、柔軟な素材のため負けたり DIY カットしたりすることができます。裏には寸法表示があり、ハサミで楽々お好みカットをすることができます。高い粘着力について、裏側は強力な粘着面になっており、磁力がない壁、ガラス、冷蔵庫、どこでも貼り付けが可能です。より強力な磁気吸収で剥がれにくく、磁気は弱まりにくい仕様です。万が一吸着能力が弱くなると、少量の水に軽く浸すと吸着能力が回復していきます。そんなわけで様々な種類の壁に貼り付けることができます。貼る場所について、学校や家、オフィス、レストラン、喫茶店などどこでもおすすめです。なお、多少凹凸があっても使用することができますが、やはり平らな面の方がより綺麗に貼ることができます。土壁、砂壁、ザラザラした面や布などの繊維が含まれる面、障子や和紙などのデリケートな素材面には使用することはできません。またペンキ、木製品、漆喰など塗装しているものについては、剥がす際に壁材も一緒に剥がれてしまう場合がございますので、こちらはご注意ください。
ホワイトボードシートいかがだったでしょうか。滑らかにかけてさっと消せるボード面、お好み自由カットに対応、貼り直しも OK。 会社での会議用、ディスカッション用に、お子様のお絵描き、字の練習用に、家庭用の伝達連絡メモに、様々な扱い方ができるこのホワイトボードシート、ぜひ商品手に取ってみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。さてさて、どこに貼っていこうか、本番いきます。よーい。そんな形、自由カットに布巻くことも PE フィルムス、フィルム、あ、噛んだな。おいで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 。